皆さん、こんにちは。おはようございます。こんにちは。前から今ご紹介いただきました橋本です。よろしくお願いいたします。で、今ご紹介いただきましたように、私が入ったのが1970年で、東京会場をやってる工事が始まったのがちょうど70年。それでその後、私は他の仕事やってましたので、実は東京会場何も知りません。で、その後ですね、ちょっといろいろな東京会場の美観論争とか、いろいろな話があった際に、さまざまな観点からそれらをほとんど網羅した資料を作りまして、そこで前からの東京会場にまつわるさまざまな課題、あるいは問題を学んだというような状況でございます。で、本日のシンポジウムは、東京会場の見学前のいわゆる、なんていうかな、見聞を、やや深めるという前の旅行みたいなものですので、私は先ほど言いましたように、わからないので、違ったテーマで行いまして、奥村さんの方に東京会場についてお話をしていただくというふうに思います。従いまして、私のテーマは、前川建築全体。この通す中で俯瞰して見える東京会場ビルに隠した前川の思い、こういう観点でお話をしたいと思います。で、こういうお話は実はもう僕はいろんなセミナーで同じ話を何十回としてるので、今日顔を触れますと、また同じ話をしてるなと思われるような顔がですね、随分見受けられます。それはでも初めての方もおられるので、おさらいを何回してもいいことですので、そういうおつもりでお聞きいただければいいと思います。で、そもそも初めにこの前川建築を語る前に、前川建築がどうして生まれたのか、あるいは前川国はどういう生い立ちをしながら建築への思いを育んできたのか、で、その思いを知ることによって、いずれ東京会場、さらには他の建築に前川建築に共通する一つのキーワード、言語が見えてくる。で、こういう学び方をすることによって、東京会場だけがいいねとかいう話ではなくて、前川建築全体像のバックグラウンドを見る中で、浮かんでくるさまざまな自分なりの視点を見つけてほしい。そういう意味で、今回は東京会場にあんまり特化しないお話をしようというふうに考えております。では早速入ります。これも何回もご覧になっている写真ですが、前川邦夫という人物は1905年明治38年5月14日に新潟の学校長、新潟市の学校長で、当時、土木技術者、内務省ですね、当時の。今でいうと建設省とかいろいろ総務省があるところですけど、その土木技術者の前川寛一という方と、お母さんの田中菊之江、これはお母さんが結婚してから菊之江、この間の長男と言って生まれております。ちょうどこれが3ヶ月の前川の姿でございますが、その後、ちなみにこの3兄弟で、次男が信夫さんという方が、早く亡くなっておりますけれども、三男が前川春夫ということで、前川レポートで有名な日銀総裁、24代日銀総裁が前川の一番ステップの弟ということになります。で、4歳の時にですね、父の転勤で、東京の本郷に引っ越しまして、1914年、前川9歳、その頃に小学校に入ります。で、その時に第一次世界大戦を迎えるんですね。1914年。そして、第一次世界大戦が終わった1918年に、今度は日比谷の現在の日比谷高等学校の前身である東京第一府立第一小学校、中学校が、ここに入学しまして、その翌年、1923年に今度関東大震災を体験するわけです。ですからまさにその小学校から中学、高校等に至る過程の中で、多感な少年期というものを、いわゆる戦争と地震とかいう国土の荒廃
これを味わいまして、過ごした前川というのは、まさにその時代の、なんていうかな、そこにこう漂ういろいろな、問題点、あるいは本質、そういうものを見極める子供ながらに、視野を持って育つというようなことが行われます。中学とか高校時代にはもうクロコトキンとかそういうのを本を読んで、やはり、どちらかというと、こう、拗ねた少年、物を斜めに見る少年、あるいは、やや荒木的な少年、そういうような感性をこう培っていったという時代を、若い時代に、常に持っております。で、高校の時代の時にですね、ジョン・ラスキンという、イギリスの思想家がおるんですけども、この人の本、建築の7つの塔、それの第2章、特に建築真実の章というのがあるんですけども、灯火、これを読んだ影響がものすごく大きくあります。で、これを高校生の時に非常に難解なラテン語で書かれた、もちろん翻訳があったんですが、読まれたっていうのはすごい力が持ってるなっていうことで、これはもう最近の杉山さんが訳した最近出てる本なんですけど、これ読んでも実はよくわからない。何言ってんだかよくわかんないんだけど、よく前川は高校時代に読んだし、でこれを読んで前川はすごく大きな影響を受けたと言ってるんです。高校時代の時にジョン・ラスキンの建築の7つ、特にその第2章の真実の灯火を読んだ影響があると思う。考えてみると、建築家としての僕の今日のまでの仕事が詰まるところ、建築の真実とは何かという自問自答の苦行であった。ということを晩年にしみじみと言ってるんです。で、ラスキンはご存知のように、ゴシック建築のレンガ積み、これを奨励した建築美を称賛した人なんです。デザインというのは、材料と工具に誠実でなければいけないという銘文を残しているんですが、この考えが、実は西洋で始まった近代建築の原理、原動力になっているということがあるんですね。で、近代建築とは何かという話なんですが、もう簡単に言えば、18世紀イギリスで起こった産業革命以後ですね、今までの人力から動力、あるいは道具から機械、こういう生産体制が変わりまして、世の社会構造も、いわゆる王様貴族、あるいは庶民という間柄に、いわゆる資本家とか労働家とか工場とか、そういうものが生まれることによって市民層の層が、いわゆる市民社会という感覚に目覚めていくんです。で、こういう中で人間を主体としていろいろ社会性を考えようというそういう発想を近代主義というんですけども、その近代主義に基づいて、例えば皆さん分かりやすいところでは絵画の世界ではそれまでの宗教絵画がメインだったのが、この時代では印象派とか、そういうキュービズムとか人間の感性、理性でもって建築、あるいは美術を捉えるというふうにガラッと変わった時代なんですね。で、建築も同じように今まで、礎石構造とか石とかそういうものを積み上げていた建築が、この時代にコンクリート理論と、それから鉄筋コンクリート像という一つの論理、それからコンクリートの施工技術というものが、この時代に出来上がってきたんですね。そうすると礎石構造ではなくて、いわゆるフラットスラブに、柱を設けていく、いわゆる礎石構造でない軽い建築に変わってくる。これがまさにこういう動きが、近代建築の運動になるわけです。だってそういうことは今までの重い建築から柱張り構造の軽い建築の実現、こうした過去の建築様式を否定して、そして新しい建築を目指して始まった西洋を中心とする運動をモダンムーブメント、近代建築運動というふうに言われております。ちなみに日本の建築、近代建築は鎖国が始まって以後は始まってますので、東京駅も近代建築、保守建築も近代建築、全部近代建築です。前川も近代建築。まあ、そこで混乱が起きて、コルビジェの近代建築をモダニズム建築というふうに今言い方変えてます。日本の近代建築というときには、前川の建築も入るけども、前川は近代建築とは言わない。モダニズム建築と言いますよと。
近代建築の中のコルビュジエの流れを組む近代建築をモダニズム建築って前川の建築は、今では前川のことを近代建築のリーダーとは言わない、モダニズム建築のリーダーという、そういう言い方に変わってますので、お気をつけください。そして、前川は、1925年、東京大学の建築学科に入学します。で、多くの学生がですね、当時流行しておった近代建築運動のドイツ表現主義、流動性のある動きですね、あるいはバーハースという動きに、夢中になっているんですけども、前川は、さっき言ったように、もともと斜めに見る人ですから、フランス語を独学で勉強して、フランスの雑誌を取り入れて、そこに載っている、当時注目されつつあった、まだそんなにもてはかされてない時代のコルビュジエ、この雑誌の書籍や建築に非常に共感して、あなたのもとで学びたいというお手紙を出すわけです。これ前から入学の時だと、前から、隣が横山があって、それからここのあたりに、あ、これ、谷口。ね、みんな同級生です。谷口も初めはコルビュジエに惹かれていきますけど、その後だんだん近代建築からちょっと離れた傾向を持っていくようになります。で、高校時代に思えば、近代建築の原理となったラスキンの夢中になった前川をして近代建築をリードしたコルビュジエのところに行ったというのは、ある意味では当然の秘訣なんですね。急にこう変わったわけではなくて、高校時代から持っている建築の真実は何かという思いのために、コルビュジエのところに行くという、そういう流れが自然にできていたということになります。で、当然コルビュジエから入門を受けもらった前川はですね、1928年卒業生と卒業したときに、同時に3月の31日卒業式の夜に、神戸から船で大連に行きまして、信用を経由して、春樹を経由して、シベリア鉄道を取って、パリに向かうわけです。で、4月の17日にパリに着いて、翌日の18日に、モンパルナスの大通り会、病院を改装した、総院ですね。総院を改装した中庭を囲む回廊、これがコルビュジエの、いわゆるアトリエなんです。テーブル街35番地。そこに、コルビュジエの事務所が、門を叩くわけです。これが、コルビュジエで、これが前からですね。それから、これが、いわゆる回廊で、こういうふうに付けを並べて、これ前から。前からですね。フェリアン。でこういう、ほとんどこの時代は、フランス人はいない。まあ、フェリアンはそうですけど、全部外人部隊。みんな給料無料で、コルビュジエのところに働きたいって来た人ばっかり。ですから、2、3人いる人もいれば、3日で帰る人もいるし、どんどん入れ替わってる。そういう時代ですね。この時代では、まだ前川の入った時代では、コルビュジエというのは、まだフランスでは全然評価されてない時代なんです。で、少しずつ評価されてた。で、コルビュジエが入ったこの時代というのはですね、ちょうど近代建築の動きが徐々に始めた時代で、前川が入った4月からの2ヶ月後の6月、26日にヨーロッパの近代建築家が集まって第1回近代建築国際会議というのを開くんです。ですからまさに近代建築はこの時代からだんだん盛んになっていく、こういう時代なんです。でコルビュジエの下では前川は何をしてたのということに、たかだか22歳の若造がこういう世界で何ができるんだろう。でも当然のことながら、工事中のサボアテ、まあ、有名な前川の、コルビュジエの代表作。これの工事中ですね、29年、こういう状態です。これが、見学したりですね、ジュシール邸というものを見たりとか、あるいは、最小限住宅、これなんですけど、これが前川が、これドローイング、フランスのコルビュジエの財団に残っておりますけども、前川のドローイングということで残っております。こういう最小限住宅というものを行いまして、1929年に行われたドイツのフランクフルトの第2回の国際近代建築国際会議、コルビュジエの代わりとして、出席したりしているんですね。ですから、そういうあたりはすごくフランクな流れ方の仕事をしているということで、まあ、近代建築というものを身をもって、勉強するわけです。そして1928年から2年後の30年、2年という約束だったので、
30年の4月にきっちり、帰国しまして、1月にはレーモンド事務所に入居します。でレーモンドっていうのはアントニン・レーモンドで、この方はですね、チェコ生まれのアメリカ人なんですけども、当時1919年帝国ホテルの建設のために来日したフランク・ロイド・ライトっていうのがおるんですけど、それの助手として日本に来るんですね。そして、帝国ホテルとかそういう日本に来ている外国人のためのいろいろな仕事をあちこちで山手とかそういう横浜市でもやっております。でそういう中で1922年に独立して事務所を開いて、そこに前川が入ったということになります。レーモンド奥さんですね、のゆみさんです、のゆみさん、それで前川で、同期に吉村純三とか、あといろいろそうそうたる顔ぶれがいるわけですね。あと皆さんご存知ジョージ中島ですね、とかそういう人たちもここにおります。で1935年に前川は5年間おりまして、独立しまして、前川国を建築設計事務所というのを銀座に開設する。前川は30歳です。で、初めに何の仕事をやったかというと、キャンデストアの改修工事、銀座の古い、キャンデストアというお店に改修する仕事をやりました。それから他にもいろいろ仕事をやってるんですけど、あんまり仕事がない時代でしたので、ほとんどのコンペに参加するということで、東京の市庁舎とか、日の本会館とか、パリの万博とか、多くのコンペに参加するのでほとんど全部落ちてます。で、一方実践ではですね、こう住宅をやったり、固まっていって、これもつい最近なくなりましたね、3年ぐらい前に。それからあと、これから体育館、これをやったり、あと自邸をやったりとか、ケートリステっていう畳には最近見つかった自邸をやったりしてます。で、この時代に丹下健三さんがちなみに1938年に入って40年までおりました。ですから、この騎士の記念会館と重なって、この辺りを丹下さんもお手伝いをしているということになります。ちなみに丹下が前川に入りたいと思ったのは、この日の本会館のパースを見て、あ、近代建築素晴らしいというので入ってきたという状態であります。で戦後の混迷がまだ続いている戦後の時代ですね。前川は、やっと新しいその近代建築を掲げることができるということで、日本の中に、小泉から学んで近代建築を定着しようと頑張るんですけども、やはりヨーロッパがこう100年、200年の間で近代建築というものを作ってきた流れの中で、日本ではその技術がないから、まずは技術を作んなきゃダメだという言い方をするようになります。ここからずっと前川の文章なんですけども、1951年の関東下関教育に関連するということで、建築雑誌の5月号では、我々は何よりもまず、この第2段階に克服する、つまり技術的問題を通しての近代建築に、どんなデザインに努力しなければ何もできない。これをやらない限り、日本の建築はごまかし続けるだろう。すなわちその時代の近代建築から木造で近代建築に作ってるだけの状態だったのは、ちゃんとコンクリートで技術を作ってやらなきゃダメよ。2段階という考え方は、1段階は分離派の時代に近代建築をやった、運動をやったグループがいた。それを1段階。啓蒙の時代。第1段階は技術を学んで、しっかりしたコンクリートで近代建築を今後も作ろうという時代。で、第3段階は、それを駆使して新しいデザインを作っていくという。前川建築3段階論法というのはここにあるわけです。で、前川はこの2段階の克服をしなきゃダメだということで、1953年の日本の建築の課題の中では、単なる造形的興味からする餌レポテではない建築の技術的な経済的な前提からの形の追求を今身につけなければ、日本の新建築は永久に一つのファッションに忠実ねばならない。さらには81年に振り返ってですね、建築はファッションではない。建築のディティールを考えることによって表面の形が出てこないといけない。
コンクリート建築にしろ、打ち込みレンガにしても、それらしい場所が出てこなければならない。まずは素材に対する基本的なテクノロジーからのアプローチを見つけた上で、その素材を駆使してこそ建築は自由をできる。パッと思い出しますね。まさに、ラスキンの言葉そのままなんですね。素材、デザインというのは材料を多く生じてなければならない。こういうことを前川の言葉でこういう思いをこの戦後に告げるわけです。で、こうした考え方というのは、このテクニカルアプローチをつけなきゃいけないというので、これ以後ですね、前川の考え方は、テクニカルアプローチという建築思想、あるいは建築方法、技法を表すキーワードになっております。ですから、前川建築というと必ず出てくる言葉が、このテクニカルアプローチという言い方です。ただし、晩年前川は、技術至上主義という意味でテクニカルアプローチといった覚えはないということを言っております。で、前川のこうした考え方はテクニカルアプローチと呼ばれたキーワードということになったわけですけど、お手元に配っておりますこの資料、これをご覧ください。これがその私の以前の何回も使っているテクニカルアプローチの前川の流れを示しております。いわゆる小作と言われている木村産業研究所、1932年の小説にある小さな研究所というその建物ですけど、それ以後、前川の建築のがどういうふうに流れたかというのを示している表でございます。で、こういう流れの中で、一番初めの試みはですね、この表の軽量化工業化の系譜というのがありますね。この真ん中のところです。で、この試みというのは、いわゆる柱張りをそのままむき出しにして、内装をあまりしないで、シンプルな構造による建物の軽量化とか、それから外壁にプレキャストを貼ったり、階段とかいろんな部分に床にプレキャストを貼って、全体の工業化を図る。手すりにはもうプレキャストを使ってという、そういう流れがここにありますように、木村産業研究所以後ですね、ここにある日本総合銀行の本線から始まって、ミドビルとか、神奈川の建築音楽堂、こういうものが、これの代表作ということに、この時代の代表作になります。神奈川の54年の建築音楽堂、ミドビル、これ事務所のビルですけども、四ツ谷にある。それから、国際文化会館。こういうものが、この軽量化の時代ということになります。これがテクニカルアプローチの第一期の建築ということになります。そして、テクニカルアプローチの時期、第一期というのは、そういう考え方でしてくると、主に1950年代から1950年代半ばぐらいということになるんですが、第二期と言えるのは、その次には、内原子コンクリートの時代というふうになります。ちょっとこう、だんだんシフトしていくわけですね、右側。内原子コンクリート、プレキャスト、そういう時代というふうになります。で、1950年代後半というのはですね、実は、日本の戦後の社会体制が、だんだん整備されてくる。あるいは、高度経済成長、こういう時期を迎えます。まさに、60年代には、日本の技術革新により大量生産、大量消費、それから池田内閣でいうところの、いわゆる所得倍増計画とか、それから64年東京オリンピックを迎えるということ、あるいはそういう全体的な開発の中で、急激な建設需要が高まって、全国新電装とかそういうものも出てきたりして、国を挙げて国土再開発に臨む時期がこの時期なんです。ですから、当然のことながら、いろいろな新幹線を通して、あるいは街あちこちに、都市を改造して、どんどん作っていく、山を崩して、どんどん街を作っていく、こういう時代の中に、一方ではですね、その影響として水俣病とか、あるいは公害問題、あるいは自然環境破壊、こういうものがあちこちに出てくるわけです。で、
世界的な規模でこの1950年代から60年代というのは、世界的な、いわゆる第二次世界大戦後の 再生という、復興という時期と重なりますので、世界的な規模でこの公害問題が起きたりしているという環境が生まれます。で、こうした状態にですね、本来人間を主体として考えるべき近代建築という社会像、これを映し出す近代建築というものが、どうも近代建築の波において、経済至上主義に陥ってくる、翻弄されているんじゃないか、ということ。前川は日本の近代建築の合理主義の行方に危機感を覚えるんですね。私が求めたのはこんなもんじゃない。そして近代建築の初心を自ら問い直すわけです。それが1980年のこれは晩年の方の雑誌なんですけども、このように言っております。結局あれ、ここに来て、あれ、結局僕は合理主義というのは、ちょっとこれ出てないね。結局僕は合理主義の建築というものの限界を見たような気がした。そして、建築というものは経済的な合理性ばかりを追求していてもどうにもならないということを知った。コルビジェは近代建築というのはナショナリズム、合理主義の建築だと言ってたけど、僕はそのナショナリズムの建築というものは、そのままでは日本では八坂建築になってしまう。やすて、追い定められた建築を近代建築で合理化正当するのはまずいということで、その頃やたらに大きな屋根のある建築を設計したという言い方をしています。あ、これですね、建築におけるファッション、これが載っているのが新建築の1984年の建築フィクション、永遠性様式方法論を巡ってという文章の中身です。そしてこれからですね、大きな屋根のある建築を設計したというのは何かというと、東京文化会ですね。いわゆるこの時代には軽い建築からコンクリートのブルータルな荒々しい素材を使ったコンクリートの建築に変わっていくんです。そして今大きな屋根を設計したというのは東京文化会館、その前の58年にこれまで残っています福島の教育会館、それからもうそろそろ亡くなる60年の世田谷、今年後半には亡くなっちゃうと思いますけども、区民会館、負傷者は残りますかね。それから62年の横浜の桜木町の森坂にある青少年センター、こういう重い建築に変わっていきます。それは、前回にとっては建築の合理的な追求というものに対して、人間の精神的なものを本来近代建築で求めるとき、人間を主体とする建築への配慮、そういう変化した時代ということが言えると思います。この時代の代表格としては、ここにありますような掲げた内容になります。もう一つ、これが第2期なんですけども、第3期がまた迎えてきます。これがだんだんこの今日の右側にシフトしていく流れになります。ちょうど1960年から75年にかけてですね、今度は打ち込みタイルの時代というふうに変わっていきます。70年に皆さんご存知の大阪万博を迎えます。そしていわゆる消費社会から今度はバブル時代という、バブル経済の時代を迎えてくるんですね。そうすると建築をもうどんどん壊して新しく作った方が経済的という考え方のもとにですね、もうどん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 あちこちで新しいものを作っていく、街は壊していく、自然破壊を行う、公害問題がますます高くなる。で、アリュサンガスが出てきて、車の公害もすごく出てくる、空気が汚れてくる、いわゆる効果がスモークとか、そういう状態が出たり、あるいは観察場とかもいろいろ出てくる。で、空気が汚れると空気中の二酸化炭素が増えますので、コンクリートをどんどん侵害してくる。コンクリートというのは、いわゆるアルカリ性でできているんだけど、二酸化炭素が入ることによって中性化してきて、今度鉄筋をボロボロにしていく。こういう状態が起こります。で、こういう危機を迎えて前からは、コンクリートをカバーするために、
昔から物性的にも科学的にも安定している対打ち込み対というものを取ろうと打ち込もうと、こういうふうに変わっていくんです。それがまさに1961年の頃なんです。では打ち込み対ってよく言われますけど何っていうことをちょっと簡単に、知恵をつけておきたいと思います。一般的なタイルっていうのは、今はもうちょっとまた変わってますけど、コンクリートにモルタルを塗って、それにタイルをモルタルで接着するんですね。で、そうすると、これが、このコンクリートとモルタルとタイルの間の材料質の違いで、膨張係数が違うし、それから地震が起きたりすると、接着力が張ってるときには持つんだけども、接着力が負けてくると、そこに歪みが起きる。歪みが起きると何ができるかって言ったら、バサッとモルタル面から剥がれる。これをディファレンシャルムーブメントと言います。で、こういう現象で今、この日本のタイル業界は、こういうモルタルを解体するってことを方法として今、中止してます。それで、直接接着剤で、エポキシとかそういういろいろな無機質の接着剤で貼り付けるってことを今、奨励してます。ですからもう剥がれるってことはあんまりないんでしょうけど、いわゆる昔の明治大正の建物がよく壁面がガサッと落ちたというニュースが出てまいりました。で、こういう状態に対して打ち込みタイルとは、型枠、コンクリートを流す型枠にあらかじめ酸を打ってタイルを釘で止めるんです。そしてここに配菌をして返し型枠を取って、この中にコンクリートを打ち込むと、タイルの足がデコボコしてますので、これにコンクリートが食い込むんです。いわゆる、この工法を打ち込みタイル工法って言うんですけど、ここに打ち込まれたタイルを打ち込みタイル、打ち込まれたタイル、コンクリートと一体になったタイル、物理的にこう噛んでいる、くっついているタイル、そういうものを打ち込みタイルって言います。で、これで論理的に考えるとどうか、もう絶対落ちないんですけども、実際はやっぱり落ちてるんです。何が落ちてるかって言ったら、コンクリートがちゃんと打ててないと、後ろにジャンがあれば食いつかないんですね。で、そういうところはやっぱり、こうやって触ると落っこってきます。で、そういう怖さがあるんで、打ち込みタイルをやるときには、あらかじめ食品を集めて、タイルの打ち込んだ練習をして、打ち込みの時間とか長さ、コンクリートを流すタイミング、そういうものを測って、シミュレーションを一回してから現場にいつも臨むというやり方をやってますけども、やはり目が届かないところもあったりすると、やはり完璧ではないわけですね。でもまあ、この、カルモよりはしっかりしている。で、この打ち込み対応方法が初めて使われたのが、実は1961年の日本総合銀行の砂町支店というのがもう61年頃から外壁の一部に加味しているんです。それから1962年に先ほどコンクリートの系譜である青少年センターの舞台周り、プライズの周りに大きな600の高さが22センチぐらいの大きな打ち込み対応、これを貼ってます。それ、これ、公立で初めて持ち込みたい。それから、これ、こういう状態ですね。それから、皆さんご存知だと思う、1960年に、新宿の紀伊国屋の両サイドの部分、あそこを打ち込みたい。で、1966年に全体像を打ち込みたいで作った構成。これが初めてできたわけです。で、これによって、打ち込みたいというものが、前川の一つの流れになりました。さらにはですね、その後どういうふうに進んだかというと、1971年に最高と歴史の民族の博物館や、1975年東京都美術館、1977年に熊本県立美術館、あるいは1983年に弘前の斎場ですね。前川は86年に亡くなってますから、これが最後の作品、まあ、その間に2つあるんですが、石垣が市民会館が1986年、それから、国会図書館の新刊、あれが68年ですから、それが晩年の作品になります。で、こういう流れと別にですね、今度は美術館に多かったんですけども、コンクリートを打った外側にタイルを打ち込んだプレキャストコンクリート、工場で作って、それを外壁に貼るというやり方をしております。で、それはなぜかというと、例えば、美術館なんかの場合では外断熱、間に外壁が温まると空気が上に行きますので、機体を温めないという外断熱工法によく使われるんですけども、そういう方法で行われたのが、福岡の美術館とか、
宮城の美術館とか、宮城の美術館とか、山梨の美術館とか、こういうものが、いわゆる、あと、西洋美術館の新館、あれも PC にファイルを仕込んだものを外壁にもう一回取り付けて、いうやり方。で、それと同時にですね、鉄骨で、やはりプレカストで床を作り、外壁を作り、スラブを打ち込んでいくというやり方でやった流れとしてはもうなくなりました。この図面で、この表でいうところの、ジャノメのビルっていうのが、東京駅の、これなくなりましたけど、外壁を PC で作って組み立てていくということ。で、スラブは全部、プレキャストを使っている。構造の上のプレキャストを使っている。それの流れの中に東京会場があるということですね。ですから、こういう流れの中で、東京会場というのは、いわゆるマイカーの第3期の、いわゆる会場に関連した外壁を作ったということなんですが、実は、この態度を張ったっていう元々は何かって言ったら、空気汚染とか大気汚染から来てるということは、環境という問題がその時代のテーマ性と一体であるということを忘れちゃいけない。材料の方法とかデザイン性においてはタイルなんだけども、このタイルにしてるということは、単にタイルが美しいからというばっかりじゃなくて、空気の汚染とかそういう環境問題を考えた時点で、この仕込みタイルという方法が発見。前からは見つけてきたということが一番実は大事なんですね。で、それは単なるデザイン的要素ではない。こういうことを考えるんですけども、これを最近のこの思考をですね、この辺を見るためにこの右側、左側にちょっとこう盛り込んじゃったんで細かくて申し訳ないんですけども。社会の動き、前川国夫っていう欄が年代にあります。で、これをこうちょっと大雑把に読み解いてくると、国から来る第一弾の時期というのは、いわゆる戦後の飛行機なんですね。飛行機なんで、1946年に都市計画法制定が行われた、いわゆる復興の都市区画整備工事というのが盛んに行われていく。それはなぜか。いわゆる1950年代の建築基準法公布というものが行われまして、戦後の引き上げとか、疎開から戻ってきたとか、そういうことで町に人がどん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 入っていく。ということで、いわゆる都市のインフラとか、町の整備をしていく、あるいは生産の工場の場所のスペースを作って、そこに労働力を集中する。そういう意味での町づくりの生活環境というものがすごく変わってくるわけです。これが前川の言う第一期のテクニカルアプローチの初期の時代はそういう背景があったわけですね。まだ戦後が終わってないという。それで、テクニカルアプローチの第二期と第三期というのは、その戦後の復興がある程度安定してきて、今度は大量消費、大量生産、経済復興ということが含まれて、消費社会からバブル経済へ向かっていくという、そういう資本の論理の名前、高度経常成長の時代。すなわち、人口がどんどん増えてきて、大量消費、あと公団住宅ができて、郊外はみんな公団住宅がガーッと並んでくる。団地がどん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 できてくる。そして、労働力が全部都市に集中していく。こういう形の中で、同時にその反動として環境破壊が起きてたということなんですね。ですから、その時代の第1期、第2期、第3期の特徴というのは、それなりの日本の昭和期の復興の時代であり、また、いわゆる消費社会とか経済発展をベースとした流れの中にあって、前川の1期、2期、3期というテクニカルアプローチの発展というのも、実はそれに習ってやってきたよということが行われるわけです。で、こういう中で、ここに今あります内容が、都市計画の分野という話になるわけです。で、1961年、これも有名ですけども、メガストラクチャーによる全体から都市をこう考える。東京湾整備ということで、他の菊滝さんとかいろんな方もやってますけど、都市をまさにこう、長官的に見て、ここに東京湾をこうやって上、メガストラクチャーを作って、ここに住居を作ればいいじゃない。というような都市計画がどんどん進んでくるわけです。これが日本の都市計画の、いわゆる一つの、パターンなんです。ところがですね、
丹下さんの弟子であった大谷幸男さんという方、これがやはりこういう都市計画はおかしいというふうに思いまして、自ら研究室を辞めた後にですね、麹町計画というのを同じ60年に作っているんです。で、この麹町計画というのはですね、実は全然丹下さんと真逆で、都市計画というのは市民の生活環境を主体とした地域社会を作ることです。これすごく大事な観点。都市計画というのは市民の生活環境を主体とした地域社会を作ることだというふうに言うわけです。ですから、個人の生活があって、それが重なっていくことによって都市ができる。ここから全体へという考え。これが大谷先生の麹町計画。丹下さんの方の計画は全体からこう作る。その真逆なんですね。まあ、よくこれは長官図、中間図、西の図官図というところであります。で、こういう形で、一つ都市計画のパターンが出来上がってくるというのが、実は日本のその後の都市計画行政にものすごく大きな影響を与えております。で、前川はじゃあ何してたのっていう話なんですが、前川は都市計画はやってないんです。こういう都市計画論理っていうのは前川にあんまり合わない。これでももちろん都市計画的なことをやってますけども、最終的にはやはり建築から都市を考えていくという発想なんですね。ですから、テクラルアプローチの第2期から第3期における時代を踏まえて建築を介して建築の周囲に広場を作ったり、あるいは前庭を作ったり、公共空間というものを設けて、地域と連携する景観形成、こういうものを建築を通じてやっていこうというのが前川の基本姿勢なんですね。これがすごく都市計画をやらない前川の建築の特徴になっています。で、第3期の時代では環境という問題が大きな前川にとってのテーマでしたので、その環境というテーマに即して打ち込み態度をやりながらも、その佇まい方、ここに広場とかアプローチとかいろんな工夫をしているわけです。それの特徴が、例えば1960年の紀伊国屋、この中庭通路、あるいは前の広場、これでは前からこういうことを言ってます。乾ききった砂を噛むような町の中に、何か一つ、一息つける場所を作りたい。という待ち合わせをする、小広場を作るんですね。これが紀伊国屋の前の通りのところで、よく、今も多少、集まり、待ち合わせの場所に。それから1966年の埼玉会館、これでは全体の 60% を地下に埋めて傾斜地を利用して屋上の広場を作って囲まれたエスプラナードというスペースを作っております。で、これも浦和の人たちに懐かしい一つのオアシスであるランデブルを作りたいということでこれを作りましたという言い方をするようになっております。で、さらにはですね、環境という問題について、前川は次のようなことを言っております。今、アップルとかで触れちゃったけど、こういう言い方をしてますね。で、埼玉会館ではですね、埼玉の大宮の博物館、今、歴史と民族の博物館という、その時の設計者の言葉として、単に広場を作ってロードフォームという言い方じゃなくて、もうちょっと深いこと、そこの環境に住んでいる、本当に生き生きとした人間が生の実態を、実感を覚えなくな、感じなければ、実感を持てないならば、その環境の美しさが出てこない。で、そういう意味で、環境のデザイン、環境の設計、環境の創造というものが非常に大事じゃないか。ということを明確に環境という言葉で建築を作っていくということを言い始めています。それで、さらにこんなことも、大事なことは建築じゃないんだ。人間の生活なんだ。で、人間の生活ができらなければ、いい建築、いい環境はできない。で、そこまで建築家たる前から今言っちゃってるんですね。大事なのは人間なんだよ、ということ。もちろん建築も大事なんだけども、その建築を、建築たらしめる要素としての人間という問題を常に考えてきた前川にとっては、人間の生活が、あるいは環境が、
そういう実感として持てない環境であれば、建築はどうやってもダメなんだ。そういう思いで作っているわけです。そして、1981年のこの建築家の新規、一建築家の新条という中にこういうことを言っています。建築と空間をどうするかという問題を、都市環境と人間生活の関わり合いの中から考えていこうとする、市民生活的な視点が重要なんだということを言っているんですね。で、こういう言葉がこうどんどん出てくる。この時代の、まさに前川の建築というものの中に、先ほどお話した第3期の広場とか、エスプラナード。まあ、ちなみにエスプラナードという言葉は、いわゆる囲まれた空地散策路とかそういう意味があるんですけども、前川がエスプラナードという言葉を使っているのは、埼玉会館が初めてで、その後、福岡の美術館とか、あと東京都美術館の中にもエスプラナードという言葉をします。こういう広場の感覚、都市と建築との関係の中で生活者という感覚を持ち入れた前川は、東京会場の基本的な考え方として、1967年の基幹文書って可能であるという言葉を残しています。で、これは会計印刷より近いんですけども、あ、これは新建築のフランス工事の言葉です。時間論争は不毛であるという言葉の中に、建築の外部に空間を作り出して、それを社会、公共に役立てるということが、経済開発と人間尊重の日本の政策の柱に最も忠実な解決として、これを経済の暴力によって生まれた近代都市建築のアンチテーゼとして、太陽と緑との空間と人間の手で取り戻すべきであるというのが、東京会場ビルの基本的な主張です。まあ、これもあちこちで同じことを何回も何回も前からこの64年から65年、67年、70年にかけて繰り返し繰り返し建築、新建築、建築文化で、さらに体験さんでもうアピールしてますので皆さんご存知です。都市空間をできるだけ取り払って空気を作り、風通しを良くして太陽と緑の空間を人の手に取り戻すことが現代の都市計画だと思うということなんです。ですから、前川にとって確かに用途地域の関係で構想ができて周りに空調するという思いはできたこと、それは一つの技術的な手法の制度的な問題であって、前川にとってその広場というものが、いかにその緑と光を入れるスペースとなり得るということを期待していたわけですね。それまでのビルというのは中庭を作って周りを全部有効活用してましたので、ビルの在り方としてそういうもんじゃないんじゃなかろうかという、そういうことなんです。で、実は注目すべきは、東京会場の保険会社の当時社長であった松本健左衛門さん、この方も言ってるんです。今後の都市計画の方向というパンフレットがあるんですけども、その中に、これに前川の計画案にこうしまして、建築を高層化するとともに空調を広く取ることによって、ビル内に緑と太陽と、きれいな空気を取り戻し、人間性の回復を目指す目標とした都市開発を進め、その先駆的役割を果たし、東京会場がその先駆的な役割を果たすとともに、人間が執務することに望まれる最良の環境を生み出し、また、ビルそのものも新しい美観を作ること出すことを念頭に計画したものであります。いわゆる発注者側の見解としても、前川の考え方にこうして、積極的にこれが新しい都市計画、都市ビルの高層ビルの在り方だということを信じて、社長もこういう言葉をアピールしているわけですね、政府とかこういう時代に。で、これはすごくいいことなわけですね。当時の社長は偉かった。変な言い方するとまずいけども、ですからこの美観というものが実は問題にいろいろなっている。美観論争というのはもう関東大震災以降いろいろ公共前がおかしくなった時にいろいろ高さを揃えようという条例ができまして、警視庁なんかが高いものを作ってそれを反対したとか、公共交通なんかが反対したとか、そういう経緯の中で、高さが大体100メーター、まあ、30回ぐらいに揃えるという条例が自然にできているわけで、そういう制度的な発想で出てくるんです。
来てるんですけども、前川はそれに異論を取る捉えるんです。前川の美観というのは何なのということですね。これが、美観論争は不能であるという、こういう仮説の中に、都市景観の、都市美観の問題ということで、1966年に掲げている内容でしたら、こう言っております。美観とか景観という文字には、都市をあくまでも第三者的立場、傍観者的立場から眺めようとする意味が強く、都市の中で働き、イコール、生活者としての観点が無視され、軽視されているという点に注目したい。つまり、美観とか景観には一個の絵として眺める意味が強くて、人間自らがその中に生きる環境とする意味が希薄である。美観ナンセンス。で、いわゆる美観というのは権力者が、あ、我が町は綺麗だなと眺める統一性によってそれを美観とするという、そういうことにすごく前からは嫌悪感も、そういうもんじゃなかろうと美観という。本来美観とか景観を眺めるものとしての都市の景観ではなく、人間が充実した生活感をかみしめて動き回れる環境というものにその基盤を置いているはずだ。都市計画の理念が美観的、景観的な考えから環境的な考えに変化しなければならないということの根底にこだわる自然と人間との深い関係に文明史的な意義を考えて首都学年の経営を誤ることないように挑む次第である。これは言うなれば、東京都に対する意見調整の時に出てきた言葉です、ね。アピール。美観とかそういうことを、制度の問題としては行政はやるんだけども、もう一個突っ込んで美観とは何かということを考えるべきんじゃないか。美観せんながら、行政は行政、都市計画は都市計画と、そういう状態に進んでしまいます。いわゆる、今までそれまで前川は都市計画という言葉に触れなかった。それが東京海上区において都市計画に向き合ったわけですね。そしてそこで託した思いとは、生活環境としての都市計画なんですね。時間としての都市計画ではないんです。で、構想化によって得られる都市の、いわゆる公共空間という人間環境、これをですね、住む人の市民の協力でどのように育てていくかということ、そういう合意形成のような提言なんです。ですから、今の東京会場は暑くて、すごく風が強くてダメだとか、緑をもっと植えた方がいいとか、あるいは中西通りのように、中通りのように木を植えた方がいいとかという問題もいろいろあるんですが、前川は、やはり広場を設けることによって、そこに今後の都市計画のあり方として、広場をどう作っていくか、どういうふうに楽しいものにしていくか、でそういう都市計画の観点でみんなで考えていこうじゃないかという提言が実はその提言に含まれているということなんです。で、ここには先ほど紹介した大谷社長さんの個から全体をそういう発想があります。で、一方ですね、美観論争においては国や行政側、これらは都市計画手法として前からの都市計画手法、いわゆる個から全体へという発想とは当然平行線をたどり、いまだ美観景観に対する建築的創造力というものは全然行政の中にも、都市計画家の中にも生まれてない。極端に言えば、ちょっとここから悪口言うんで、僕が責任、自分の発言に持たなきゃいけないんだけど、現在の中において、いわゆる国や行政や、あるいは都市、まちづくりか、っていうのもかつては都市審議会というのがあって、住民の意見を聞いて合成、合意合成として作っていこうという意図があったんだけど、ここに数年来、そこに呼ばれる都市計画家の金委員会に呼ばれる人はみんな御用学者って言ったら言い語弊があるけども、要するに言ったら外せる大学の委員会。ですからみんな地権者とか、債権者とか、地権者とかそういう、利益集団が集まって、今の都市計画が全部できているという実態が、ここ数年見られるわけです。ですから、住民の意見を言ったり、ここで木を切るのおかしいって言ったら、それはたちまち排除されちゃう。そういう今、地方自治体もそうだし、港区、港区言っちゃいけない。各区もそうだし、他も全部そうなんです。そこに僕らは何を
意気申し立てするか。で、逆に言えば国の民間のディベロッパーや都市計画を行う都市計画事業に、これで生活者としての住民の意見が届かなくなってしまったのか。これが一番問題なんです。で、前川はそのあたりを自分の、この、街道問題ですごく感じてるわけです。都市計画事業に創造的参加が欠如している事実、創造的参加が欠如している事実は、我が国の都市計画の悲劇である。一方で、学会にしても、建築学会ですね、それから行政にしても、建築業界にしても、設計界においても、都市と建築の全体像のイメージが、とか言った問題に最も基本的なものが失われている。単に建築界ばっかりじゃなくても全体でそうなんです。そういうものが失われているんじゃないか。だから、都市行政というものの悲劇。で、ある程度に言えばですね、全体からこう考える目線の都市計画は国の行政的手段としては最も効率なんです。いいですね。行政で決めているから。あるいは、規制と制度という観点で考えます。で、逆に言うと、創造的行為というのは国は決められないわけですね。ですから、一方、個から全体を考える国の都市計画というのは、町自治体や住民参加でいわゆる町づくり課とか、そういうところが担当してきたんですけども、こういうものも今全部変わってきている。なんで、その双方が相手に言う声ができないのか。そこで出てくる前からの言葉としては、都市は誰のものか。いう言葉ですね。丸の内地区は誰のものか。東京会のビルの計画を見て前田の発したこの問いかけっていうのは、僕たちが今いろいろなものを考える場合の問いかけでもあるけど、まだその方向すら見出せていないというのが現状です。さて、大体時間も来てきたので、整理しなきゃいけないんですけども、前田は1964年に、86年の6月26日に、去年81歳で亡くなっております。で、覚えて、今までお話しした内容、日露戦争の年に生まれて、第一次世界大戦、第一次世界大戦、関東大震災というのを、国土と崩壊を感じながら、近代建築、高度成長、あるいはバブル、あるいは、公害問題、そういうものを揉まれながら、時代に対峙しながら、常にそこに主体の人間を置いて、建築を考える、都市を考える、あり方を考える、そういう形の中で時代のそこに常にこう人間精神の成熟、あるいは自らの自由な精神を置いて、時には精神のない専門家が多すぎると、いろんなことも言ってきましたけども、人があるべき、人としてあるべき存在が体現できる建築の可能性は何か、都市の可能性は何か、こういうことをいろいろに求めた、一人の人間なのかな。で、同時にですね、時代的な問題として、前川が生きた時代を振り返ってみれば、まさに昭和なんですね。ですから、建築というものは時代の社会像を映し出す、文化遺産と言うんだけども、前川が生きていた時代の、活動し始めた時代の戦後からの昭和史に前川の建築がずっと生きてきている。で、今振り返って本日の都市計画とかいろいろ見ると、その歴史を形作る建築がいい悪いを別としても、いろいろな建築家の人たちがもがいて作った提案してきた内容、こういうものが今どんどんなくなっている。昭和の建築というものがこれからどんどんなくなっていくわけです。それは戦後近代建築を保存するという活動の中に、文化庁も戦後の近代建築を生かすには長く使うことが大事だ。だから形は多少変わっても、その精神を長く使って、でも大事なところは何かを見定めながら生かして、残していくことが、今後の文化行政、あるいは文化財のあり方だということを提言しています。で、そういう意味で前川の建築もあちこち地方自治体に残ってきます。で、僕らもそれにいろいろ協力してやって、でも東京近辺とかこの町の中では、もう次から次へと昭和史の建築がなくなっていくという、そういう時代の都市計画作りとは一体何なんだろうかということを、前川の言った言葉も含めて、僕らは
未だにまだ回答を満たせない。で、僕らの長いテーマは回答はないかもしれないけど、そこに向かって問いを発していく。そのためにできることは何かということを、この前川の生き様の中から、逆にその東京会議に込めた前川の思い、それを僕らは受け取って、引き継いで、またもがいていかなきゃいけないということを、皆さんと一緒にもがきましょうということで、僕の話を終わります。どうもありがとうございました。